はい、こんにちは。今回はですね、比較的よく使う Linux コマンドについて紹介させていただこうと思います。はい、今回はですね、Linux でよく使うコマンドについて説明させていただこうと思います。で、Linux ですね、最近はですね、まあどんな Linux でもデスクトップ環境もですね、たくさんありますし、ほとんどマウスでの操作でこと足りると思いますが、まあ、いざっていう時にですね、Linux コマンドを覚えておけば便利ですし、そっちの方がですね、早い場合もあります。ですので、今回はですね、基本的な Linux コマンドについて紹介させていただきます。コマンドはですね、端末上で行います。今回はドリンOS使うんですけれども、メニューからですね、ユーティリティ、端末、これで端末が起動します。まずはアップデートとかインストールですね。パッケージの更新とかインストールのコマンドについて説明させていただきます。やっぱりですね、一番よく使うのはですね、パッケージの最新化ですね。Windows とかと違って Linux はパッケージ管理システムで全体を管理してますので、一括してパッケージを最新のものにすることができます。そのコマンドについて、sudo apt-to update。ちなみにですね、この sudo っていうのは、まあ、管理者権限のことです。まあ、大切なコマンドはですね、管理者権限でないと、一般ユーザーではなくて、管理者権限でないとできないので、こういった感じで sudo っていうのをつけます。sudo apt-to update。これで Enter をしますと、パスワードを求められます。こんな感じで各サーバーにですね、最新のパッケージはないか探していってくれます。で、今回はですね、パッケージすべて最新ですということで最新になってますが、もしですね、最新版になってないパッケージがありましたらですね、アップデートしますかというですね、質問が出ますので、まあ、Yes だったら Y、No だったら N を入力して Enter をして進めてください。次にですね、インストール。sudo apt-to インストール。そしてパッケージ名です。で、もちろんですね、パッケージ名が分かってない場合は、ちょっとこちらのコマンドは使うことはできないんですけども、うろ覚えでもですね、大丈夫です。まあ、今回例えばですね、xpad っていう付箋ソフトをインストールしようかと思うんですけども、xpa までしか分からなかった場合、そのまま入力してみます。XPA で、わからないんですけれども、ここでですね、キーボードのタブキーを押しますと、こんな感じでですね、XPA を頭、先頭の文字に持つアプリケーションを一覧で表示してくれます。これでピンときて、まあ、XPath だったなとか思い出して、XPath って入れて、Enter。すると、はい、インストールが始まりますね。はい、無事インストールができました。実際にインストールができているかどうか見ていきますと、メニューから、アクセサリー、XPath。ちゃんとですね、付箋ソフト。これちょっとウェルカムですね、バッテン。付箋ソフトが立ち上がりましたね。はい、先ほどですね、アプリケーションをメニューから起動しましたが、アプリケーション名が分かっているのであれば、特にですね、メニューから辿る必要はなくて、端末上から、XPath って入力して、Enter を押すことで起動することもできます。ちなみにですね、やはりですね、XPath っていう名前が出てこなかった場合、XP 何とかだったかなと思ったら、XP まで入力してみてください。そして、やはりタブキーを押しますと、XP で始まるインストールされているアプリケーション一覧が表示されますので、ここでですね、アプリケーションの名前を見つけてください。はい。だんだんと端末の中がですね、メッセージとかコマンドとかでいっぱいになってきました。で、これをですね、綺麗にしたい場合、キーボードのコントロールプラス L を押してみてください。こんな感じでですね、今までのものがクリアされます。これで結構見やすくなりました。
そして今まで打ったですねコマンドに関しては矢印キーの上を押すことでですね今まで打ったコマンドが表示されますので、はい、こういう感じでですね、もし、履歴を見たい場合はですね、矢印キーで検索してみてください。次にファイル操作ですね。まず、CD と入力して Enter を押しますと、ホームディレクトリに移動します。端末を立ち上げた状態の初期状態はホームディレクトリにいますので、まあ、表示上今変わりはないんですけれども、CD でですね、ホームディレクトリに移動することができます。そして、ここで ls コマンド、ls と入れると、現在いるディレクトリの直下にどのようなフォルダーがあるかを表示してくれます。テンプレート、スナップ、デスクトップ、ビデオ、ミュージックとかですね、こんな感じで表示してくれます。あ、ちなみにですね、ls でなくて間違って sl と入力したらですね、ちょっとジョークコマンドが流れます。もちろんですね、この SL コマンドをあらかじめインストールする必要があります。ちょっとだけ紹介させていただきますと、まずは SL コマンドをインストールします。cd apt install sl enter。はい、インストールが完了しました。これで、ls ではなくて sl と入力して enter。 はい、 sl が走っていきました。こんな感じのジョークコマンドもあります。はい、でですね、次にディレクトリの移動ですね。 ls でまずは現在のディレクトリの直下にどのようなディレクトリがあるかを確認します。その上でですね、どこのディレクトリに移動したいか、 CD の例えばですねダウンロードフォルダに移動したいんだったらダウンロード、はい、こんな感じで移動することができます。日本語のディレクトリだと少し入力するのが面倒ですね。いちいち日本語入力に切り替えないといけません。ですので自分の好みとしてはですね、フォルダは日本語ではなくて英語にしたいんですね。そういった場合を一括して変換するコマンドもあります。ではですね、英語フォルダに変換するコマンドについて、まずはカレントディレクトリに戻ります。そして、こちらですね、lang イコール c、スペースの xdg-user-dirs -gtk-update。 これで Enter を押しますと、こんな感じのメッセージが出ます。Update Standard Folders to Current Language っていうことで、はい、現在のフォルダーがこんな感じで日本語になっていて、New Folder、これがですね、英語になっています。これで、Keep Old Names だったら日本語のまま、Update Names だったら英語になります。で、こちらの方はですね、アップデートネームズにするんですけれども、その前にですね、Don't ask me this again。 再び聞かないでくださいということで、アップデートネームズをクリックします。すると、こんな感じでですね、英語表記のフォルダになってますね。ちなみに、日本語のフォルダが残っている場合、中にですね、ファイルがあるからです。はい、ですので中のファイルをそれぞれ英語フォルダーに移してから削除をしてみてください。はい、そしてですねファイルの移動を行っていきます。例えばですねピクチャーかな、ピクチャーのこの3つをピクチャーズ、英語のピクチャーズに移動したい場合、ムーブコマンドっていうのを使います。 mvで、はい、ピクチャーフォルダーから、ピクチャーズ。で、ピクチャーフォルダーのスラッシュの後にですね、アスタリスクをつけてください。するとですね、すべてのファイル、
こちらのアスタリスクっていうのはすべてのファイルを意味してますので、これで移動することができます。エンターを押します。はい。今 GUI 上でもですね、ピクチャーズのフォルダーに移動しましたね。元々のピクチャーフォルダーの中は空になっています。こんな感じでですね、ムーブコマンドでファイルを移動させることができます。そして、ファイルとかフォルダーを削除する場合はですね、remove コマンド、rm、こちらの方を使います。そして、picture、これで enter。で、このままやるとですね、ディレクトリなどで削除できません。っていうのでですね、rm のところに、rf、ハイフンの R がディレクトリでも削除できる。そして F っていうのが特に確認をしないっていうオプションですね。これで Enter を押します。するとですね、ピクチャーフォルダー消えてますね。こんな感じで削除することもできます。はい、いかがでしたでしょうか。今回は比較的よく使うLinux コマンドについて説明させていただきました。最近の Linux は GUI がよくできていまして、あまりコマンドを使う機会は少なくなってきたかと思います。まあ、ですがですね、インストールとかですね、アップデートに関しては、コマンドの方が楽な場合も多いですので、覚えていただければいいかと思います。今回の動画が面白かった方、ためになった方はですね、ぜひともチャンネル登録と高評価の方をお願いします。今回の動画はこちらの方で終了させていただきます。ご視聴ありがとうございました。